管理運営会社の JR 大分シティによりますと、アメプラザ大分の昨年度の売上高は241億円で、前年度から8%増えました。また、入館者数も延べ2165万人と、前の年度から5.2%増加しています。JR 大分シティでは、新型コロナの5類移行によるイベントの復活や、 県内初出店のテナントの誘致などが数字を押し上げた要因と分析しています JR 大分シティは来年春の開業10周年に向けて他の商業施設とも連携して地域全体を盛り上げていきたいとしています